どうもお疲れ様です43週目のドル円相場その材料をちょっとね追っかけてみようかと思います43週目というと月曜日が23日から始まってそして27日まで向かいます10月もいよいよ終わりってことになりますねさあどんな相場状況になるんでしょうかまずは23日なんですけども23日はねあ,のあまり材料がないと言いますか静かですよね ニュージーランドも香港も球場ですから、あそうですね、その辺は私たちドル円のトレーダーにあんまり関係がないところなんですけども、ここまで材料がね、少ないとね、なんか不気味な感じがしますよね。あの、材料ってのも、ある程度あるから、あの、ドル円とかのね、相場が動いて、それによって、その反動によって復元力かなんかでテクニカルが効いていくってところもありますんで、材料が全くないとね、それこそ、 風も波もないような海に漕ぎ出すようなもんですから、これはこれで辛いんですけども、まあ月曜日は、そうですね、二十そう、42週目か。42週目もほとんど動きがない。たった上下50ピップスの間で1週間やってきましたんでね。うん、なんか月曜日もあんまり動きがないんじゃないかなっていうふうに感じられます。とりあえず月曜日はいつものように様子を見ていきましょう。動きがね、出てくるようでしたら、それに合わせたテクニカルをまた、あの、指示します。 月曜日はちょっとでもね退屈かもしれないですね。で、火曜日なんですけども、火曜日も引き続いてほとんど何もないんですよ。ね。ないでしょう。夜アメリカで PMI 速報値入りますけども、これがね、多少相場に影響を及ぼすかなってことです。場合によってはこれ月曜日も火曜日も動きがほとんどないまんま、やることなくてたまにミルクだけっていう可能性もありますね。で、火曜日の夜に、 えー、PMI が出ますからこれによってもしかしたら水曜日から動き出すかもしれませんそうなると多少楽になるといいますかテクニカルの腕の見せ所なんですけどねで水曜日の夜は住宅販売価格が出ますあとカナダの政策金利これによって結構動くと思いますんで、えー、ここまでをまとめますと月火水は動きの少ないテクニカルそして木金ね 水曜日の深夜のこの動きを受けての木曜日、金曜日っていうのは結構面白くなるんじゃないかなと思います。で、木曜日ですけども、久々に今週初めての日本の材料が8時50分に出ます。まああんまり影響ないと思いますけどもね。で、そのまんま終わっていくかと思いきや、ECB の政策金利が出るということ後、えっ、ー、と、アメリカのね、GDP が出ますんで、この木曜日の夜も動きがあると思います。 というところで、えー、ラカルド総裁もなんか喋るみたいなんでね、金曜日は大きく動いたところから、やっと、やっとトレードができそうな、そんな金曜日がやってきたなと思ったら、トレードも今日で終わりみたいな感じですよね。で、金曜日の夜も材料があるということで、えー、金曜日もね、金曜日はトレードになると思いますけどもね、難しいながらも、木曜日もいいんじゃないですか。月火水は動きが少ないんで、 あの、危険度は少ないんですけども、エントリーのしがちがいないと思います。もちろんね、15分でやりましょうみたいな話はもうしませんのでね。うん、動きがない時はもう割り切って休む。そんな月か水になるかもしれません。ということでね、10月は後半がどうもね、仕掛けづらい。16日から始まった2 42週でしょそれからこれから始まる43週。どうもなんかね、動きの少ない、そんなあ2週間になるんじゃないかなってとこですね。はい。それでは。 一旦以上です。